tpdssl kki v2 ロフと、その分量広告 t、2ロフ広告 p、ピンスク広告 sl、スルツク広告 k、クレツク広告 d、ドブロビツァ広告 s、ステパニ広告周辺の主な広告 k i、キエフ広告 v、ボルイーニ広告ポイントは、広告の首都の位置のみを示す。国境線は2014年現在、ステパニ広告は、 ホルイニカワサガンの都市、ステパニオ首都として成立したトゥーロフ・ピンスク公国の分離広公国である。ステパニ公国は13世紀にトゥーロフ・ピンスク公国から分離した。統治者であるステパニ公に関する資料は非常に少ない。資料上に最初に言及されるステパニ公であるロスチスラフは断定はできないもののトゥーロフ・コーグレップの子である可能性が高いとみなされている。 ただし数人の歴史家は、ピンスク公ロスチスラフと同一人物とみなしており、その場合トゥーロフ公スブヤトポルクの子となる。いずれにせよ、初代ステパニ公、ロスチスラフは、ルーツク公をイヴァンの死亡した後の1228年に、チャルトリースクを占拠したものの、ガーリチ公ダニールによって追い払われている。ロスチスラフの唯一の子であるグレップに対し、 平成ロシアの歴史家エム・フムイロフは、その妻を、キエフ大公ロスチスラフの娘イズマラグだと、推定していた。一般地位年代記の1292年のページには、グレプの子のイバンが死亡し、イバンの子のウラジーミルが行為を継いだことが、記されているが、それ以降の長期にわたり、スティパニコー公に関する消息は不明である。1387年に、ステパニコセミオンという人物が、 資料に現れるが、その羊は不明である。ウクライナの歴史家エルゴー伊藤一は、セミオンをイヴァンの子のウラジーミルの孫と推定しているが、ポーランドの歴史家、ヨゼフ・ボルフは、セミオンは、リトアニア・ゲリミナス長出身者であり、ナリマンタスの孫のピンスク公バシリーの子であると推定している。16世紀に、ステパニー公国領は、オストログスキーへの所領の一部となった。 2、1、284、税、578、P533、AB、税、361、2、79、ありがとうございます。